こんにちは、根本整体の根本です。今日は2020年2月29日、今新型コロナウイルスの感染対策で感染の方が極めて防御が難しいと言われているウイルスが世界中で今戦っている状態なので、免疫力についてお話ししていきたいと思います。免疫とはですね、体内で発生したがん細胞や外から侵入した細菌、またウイルスなどを常に監視してですね、撃退する自己防衛のシステムのことを言います。免疫力を高めるために難しいことではありません。まず適度な運動をする、体をですね温めて免疫力を高めるというのは、運動は欠かせないので、免疫力を高めるためには運動をするということですね。そしてこれは運動とももちろん関係しますが、体をですね動かすことで睡眠がしっかり取れるようになります。体もですね心も、昼間から体を動かすことで緊張から解放されてですね、睡眠の方も深くなると、睡眠時間だけではなくて、やはり自律神経の方がうまく働くように、運動することと睡眠の方ですね。で、睡眠中は免疫力の働きがとても活発になるので、免疫力が高まるということが分かっています。最近ですね、免疫力を高めるのに腸内環境を整えることが重要だと言われています。これは免疫細胞の約6割が腸にいると言われているので、腸内の免疫細胞を活性化する、活性化できる食べ物を摂っているかどうかということが、免疫力を高めるために大きく左右すると言われています。免疫細胞をですね活性化させるためには、腸内の善玉菌を増やす、善玉菌を増やすのに善玉菌の餌となる食物を摂るということも重要になってきます。善玉菌というとですね、思い浮かぶのが乳酸菌です。乳酸菌はそれ自体が善玉菌で、他の善玉菌の餌になると言われています。日本人は昔から発酵食品を摂ることで免疫力が高めていたのがわかりますね。そして最後に体温についてお話していきたいと思います。これも免疫力に高めるのに重要でですね、免疫力が正常に保つための体温というのがあります。これは36度5度程度ということで言われていますが、免疫力は体温が1度下がると 30% 低下し、1度逆に上がるとですね、最大 5倍から6倍ぐらい免疫力が上がるということも言われています。ですので、体温をいかに上げるかということが重要なのがわかります。体温を上げるためには、ストレスをためなかったり、ためないようにしたりですね、あとは運動、筋トレなどもいいと思います。あと体温を上げるための食材もありますし、あとは冬などは厚着をするとかですね、そういった配慮も必要だと思います。今日はですね、本当にコロナウイルスが今流行っているので、マスクをしたり手洗いをしたりとか、あと濃厚接触をしないとかですね、そういった基本的な部分を考えながら、あとはこういった免疫力を高めるということをもっと私は考えた方がいいのではないかと思って動画を作りました。それではこの動画を参考になったと思う方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。